この前なコンビニに行って、はい、でコンビニの駐車場に車止めてたんや、はい、でな俺の目の前のところに公衆電話があんのよ、はい、あったんよそのコンビニのな。でまあ今時公衆電話で電話する人ってあんまりいいひな、でもたまに見かけんのが外国人らしき人が公衆電話で電話かけてるっていうのをよう見んねんな、うんうんうん、なんか故郷っつの、その外国に自分の国、うん、祖国にの家族かなんかに電話するのには公衆電話の方がいいから、多分携帯でかけてたらとんでもない値段になるから、うんうんうん、公衆電話でかけてると思うね。そういう用途でコンビニに公衆電話がまあ残ってたりすんやろなと思ってたんやけど、この前なだからその時はあれは多分外国人じゃなくて日本人の20代ぐらいの女の子が、うん、ペーで自転車で来て公衆電話でなんか電話かけようかなみたいな感じやってんか、はい、でその時にそこのまあいつも見かける、いつも行ってんだけどなそこのコンビニに、いつも見かける店長らしきおっさんが通りかかって、なんかそう仕事でなんか荷物とかこう運んだりしてるところにそれを呼び止めて、その女の子がおっさん、店長らしきおっさんを呼び止めて、はい、どうもだから声は聞こえへんねん、だから俺車長いし、うんうん、公衆電話の使い方を聞いてるっぽいね、これってどうやって電話するんですかみたいな感じで、うん、でなんかそのおっさんはあこれはねこうやってこうやってこうやってかけるんですよみたいな感じで、ああそう、うん、あそうなんやみたいな感じでかけ始めたんやその女の子は。で、はい、でなんかスマホの画面を見て多分そこにかけようと思ってる電話番号がメモってんやろうけど、まあ、スマホは持ってるわけ、うん、でもなんか公衆電話でそこに電話かけたいという事情があったやろな、うん、でそれスマホの画面見ながらこうやってダイヤルとかボタンを押し始めたわけ番号の、はいはい、で思ったのはああ、はい、今の若い人は公衆電話のかけ方を知らんのやと思ってびっくりしたっていう話なんですが、デッシュはどうですか。何が。え、だ知ってますか電話番。一応知ってます。うん、知ってますよ。でもその知らんっていうことに驚かへん。なんかちょっとわーって。あ、普通の電話のかけ方を知らんのやと思って。うんうん。結構驚いたわ。それだけなんやけどな。ねえ、そうやな、もうそれだけ。それだけ。うん、いやちょっとびっくりせえへんと。そう皆さんに投げかけたいけど今見てる、うんうんうん、いやー今の若い人は公衆電話かけられへんやなと思って驚いたというお話でした。以上です。はーい。